スカルとクエストとボーリックの RS チャンネル、皆さんこんにちは。本日も受注ありがとうございます。クエストです。プロスピースやっていきたいと思います。はい、というわけでですね、昨日の動画の引き続き、もうそのまま続きで撮ってるんですけど、60年まで昨日引いて、鶴岡選手とビシエド選手と、あと青山投手と3人セレクションをゲットすることができたんですけど、正直狙いの選手はね、一人も出てないんで、残りの、30連ですね、まず引いていこうかなというふうに思っております。でちょっと引き試合なんですけど、その後、確保できたら、セレクションのミキサーやったりとか、あと通常の、ね、ミキサーも、引けると思うんで、そちらの方もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ガチャ画面の方に行ってみましょう。はい、というわけでですね、今現状7回目ということで、こちらの方の10連セレクションカーニバル引いていきたいと思います。昨日の動画でね、お見せしてる通り、ノラエスから 30% 引いて鶴岡選手は引けたんで、今回もね、ちょっとそんな引きに期待したいなと思っております。それでは70連目いきます。お願いします。はい、お月様出てますね。いいですよ。調子は普通ですけど、文字も普通。これはきついかな。お願い、青なって、青まで行こう、青まで行こう。いかない。足は赤色。ほんならもう白号に行きたいですね。お願い、来て白号。来ない。はい。いやー、来おへんかー。はい、というわけで10連目は石川投手ですね。石川投手は去年のやつがあるんで育てていきたいと思います。ありがとうございます。はい、というわけで80連目ですね。はい、この次がねもう確定なんで、ここでできればノラエスで 30% 引きたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。いきます。あー、ここに来て月消えた。ああ、調子くんも普通。やばいやばいやばい。これやばい。これやばい。これやばい。青まで行こう。青まで行こう。ああ、これはやばい。これはやばい。ここに来てこの演出は渋すぎる。ああ、ない。いや、ちょっときついな。それはきついな。はい、最後までドラマなくということですね。ありがとうございます。はい、というわけで90連目、これがねラストの確定枠なんで、いやー、ここでなんとかダルビッシュ投手引いていきたいなと、もう神々ですけどね、ダルビッシュ投手を引いていきたいなと思っております。それではね、90連引いていきたいと思います。お願いします。あ、いや、いや、引きが遠のいてんな、遠のいてんな。いや、まあね、確定枠はね、あるんで、やばいな。あ、やっぱりないんや、白号。いや、きついな。これはやばい。暗雲しか立ち込めてないですね。はい、というわけで、最後の確定枠。ダルビッシュ選手お願いします。あー、石川投手。いや、きついな。もうありがとうございますって言う元気も今現状起きないですね。はい、というわけで90連終わったんですけど、あと、今4人手持ちがあって、セレクションね。あと1人、引けたら、セレクトミキサーができるんですよ。で、こう、10回目以降は、S ランクが出たらセレクションの選手1人確定なので、ちょっとあと1人引くまで、ちょっと頑張ろうと思います。とりあえずね、30連分入れてきましたんで、こちらの方で引いていきたいと思います。できればもう早いこと終わってほしいんですけど、まあ、引けたらもうすぐやめます。はい。それではいきます。
お月様なし。はい、調子くん、レッツゴー。ああ、金色。いや、正直ね、セレクションのガチャって、あんまり今までここまで突っ張ったことないんですけど、ここから行くが闇な気がしてしゃあないんですよね。お願い、白鵬、白鵬。いやきついな。はい、いやもう今は A じゃないんですよね。はい、いやそれは悔しいな。はい、というわけでね、110連目かな、引いていきたいと思います。もう出て、もう出て、もう出て、お願い、もう出て、もう出よ、もう出よ。あ、はい、気を取り直して引いていきたいと思います。お願いします。いやもう月ないやん。はい、調子くん、レッツゴー。はい、金色。いやもういいんです、もう青色になって、青色になって。いや、エスカク演出を見せて、お願い。早く、早く終えたいんです。わぁ。お前、マジかよ、こいつ。いや、やったら、あの、福選手のところ、ちょっと置いといてよかったよ。はい。福選手ですね。はい、というわけで、120連目かな。お願いします。ちょっとえぐいて、いやちょっとえぐいて、それはちょっとえぐいて。いやお願いします、いい加減。いやもうほんまお願い、ほんまお願い、ほんまお願い、出て出て、ここで出て。嘘やん。もう、マジで勘弁してくれよ。きつい、やった。坂本選手の A や。わーい。きつい。